カール・ハインはドイツの陸上競技選手である。1936年に開催されたベルリンオリンピックのハンマー投げで金メダルを獲得した。ハンブルク生まれのハインは母国ドイツで開催されたベルリンオリンピックのハンマー投げ代表として出場した。ベルリンオリンピックでのハンマー投げ競技は8月3日に予選と決勝が実施された。 出場者27選手のうち予選通過基準46メートルの投的に成功した17選手が決勝に進んだ。決勝では3回の試技で記録上位だった6選手がさらに3回の試技を行って順位を競った。範囲は最終試技で当時のオリンピック記録となる56メートル49センチを投げて同じく ドイツ代表のエルヴィン・ブラスクを逆転して金メダルを得た。1938年のヨーロッパ陸上競技選手権大会でも生涯の自己最高となる58メートル77センチの記録を出して同種目で優勝した実績を持っている。カール・ハインプロフィール。 ジャーマニーアスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームサーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2016年9月22日閲覧ジャーマニーアスレチックスアットザ1936ベルリンサマーゲームズ2016年9月22日閲覧アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー ゲームズ、メンズハマースロークオリファイングラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年3月26日、閲覧。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー。ゲームズ、メンズハマースローファイナルラウンドアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年3月26日、閲覧。 エウロペアンチャンピオンシップス2011年3月20日閲覧ありがとうございます。